よろしくお願いします。はい、皆さんより頑張っちゃいます。はいはい、わかりました。じゃあここで待機してますね。ああ疲れた。もうどうして仕事が始まる前から疲れなきゃいけないのよ。 そんなことあんたに言われなくたって分かってるに決まってるわよだから感じよく振る舞ってたんじゃないプロデューサーならそれくらいわかるでしょどうしても何も仕事だからよ感じよくしてたほうがいいでしょ まさかあんた、私の好感度を下げるつもりじゃないでしょうね。まったくよ。大丈夫よ。油断なんてしてないんだから。いよりちゃんはいつだってアイドルなのよ。すべこべ言ってないで、あんたはあんたの仕事でもしたらどう はあ、それにしても遅いわねあのスタッフ一体どれだけ私を待たせるつもりお疲れ様でーすいえいえ私全然待ってなんかないですよ 本性ってちょっと人に気の悪い言い方しないでちょうだいもうあんたにはデリカシーとかないわけ本性も何もどっちもいおりちゃんよ大した違いなんてないんだから大丈夫よ油断なんてしてないんだから イオリちゃんはいつだってアイドルなのよすべこべ言ってないであんたはあんたの仕事でもしたらどう <noise> はあそれにしても遅いわねあのスタッフ一体どれだけ私を待たせるつもり <noise> お疲れ様でーすいえいえ私全然待ってなんかないですよ